皆さんこんにちは、横田慎一です。今日は渋谷区広尾にあります横田ゴルフベースに来ております。はい、そこで、うちの、チーフインストラクターであります、はい、柳川二郎です。どうも、はじめまして、横田ゴルフベースチーフインストラクターの柳川です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。二郎ちゃんって言うんですけど、二郎ちゃんはですね、二郎はあの僕の大学の専修大学時代のゴルフ部で、同級生で、このスタジオを一緒にやろうということで、はいはい、始めました、はいはい、ということで、まあ、今日は勉強会なんですけど、はい、あのどういうねこうお客さんから最近要望だったり、うん、あれが多いかなと思って今日はちょっとその意見交換会と、うん、あなるほど、はいはい、あの、うん、最近、まあ、やっぱ横田さんのYouTube を見て、はいはい、まあ、いろいろ、あの回はこれどういうことかとか、うんうんうん、いろいろ聞かれるわけですよ、うんうん、まあ、僕もね一応携わってるんで、うん、ある程度のことは分かるのと、うん、あと実際現場もねあの見てるんで、あの飛ばすやつとか、はいはい、だからなんとなくその辺で話はしてるんですけど、まあ、最近あのチャゴルさんの理論とかもなんか取り入れて、うんうん、いやあれ画期的だったね。なんかもうイップスが治るとか、ああああ、俺も教えてほしいぐらいだけど、ドライバーイップスが、うんうん、そうだね。だで、はい、まあそういう流れで、うん、まあやっぱ横田さんの影響で、横田さん、皆さん、はい、あのうちの会員の人も、はい、まあいろいろ見ていただいて意見があるみたいなんですけどね、うん、はい、いただいてます。はい、はい、どういうなんか例えばなんか YouTube の書き込みだとさ、シャンクが多いとかさ。はい、あ、それはなんちゃう、あのこうシャローのやつ、シャローにしてこう話していく。まあちょっとこれそうそうそう、まあ、そのチャゴルさんのことをちょっと知らない人に向けて、うん、おさらいすると、まあおさらいしますと、まあ最近も YouTube でねよく出てるのは、まずハンドファーストのインパクトしろ、シャローイングをしろ、あとなんだ、小屈、左手を小屈させろ、まあ、これがすごくねあの話題になってて、うん、それは僕がもうハンドファーストっていうのは無理やんっていうイメージがあった。だけどチャーリーさんの全部の説明聞いてこう腑に落ちたわけですよ。で、まあそれって、こういうことなんだよと、うん、こう落っこちてることなんだ、それがこのままこっち来てるだけだから、あの全然それは自然にいけるんだというのでね、ちょっと、まあ、詳しいことはチャゴル TV だったり僕のチャーリーさんが出てる動画を見てもらいたいんですけど、まあ、そのあたりが、僕全部ねこう腑に落ちたんですよ、うん、だから一番腑に落ちたのは、要はボール投げるとき右手で投げるでしょうと、向こうに打つんだからこういう動きなわけですよね。この時に手がこういうふうに回旋しますよ、だ当然クラブもこういう動きしますよ、こういうふうに動くんだから当然この右手に対して左が乗っかってくる、左がこう来ると肘の向きはこっち向きまで、目標方向に向きますよね。僕はもう 手前から持ってこういうふうにやってたから、ね、もう昔の金井誠一さんのようにこういうふうにひゃっ、これがもう僕らの時代の一番いいスイングなわけよ。もう 手元は低くて、でこれやっぱタイガーがやってたもんだから、このスイングプレーンに対してそのままのところプレーンに上げてプレーンに戻すと、これはやっぱタイガーだからできたことだ。要はギアをバッと入れてまっすぐ行ってそれ戻る、その戻る時にものすごいエネルギーがいるわけだね。だったら U ターンしちまった方がいいんだろう、うん、この方があの止まらずに行った方がヘッドを走るよねっていうのがそれ理論、うん、だからもうジャンボさんだってさ、この間ジャンボさんと2人でさ1時間ぐらいいたからさ、もう何会話していいか俺も分かんないから、ジャンボさんの今昔の全盛期のスイングがもう最強だっていうことで、もう今巷じゃ評判ですって言うから、そうだろっつってで、それはやっぱりこういうことじゃん、要はね、青木さんだってそうだな、こうみんなあの重鎮たちは結局やってたんだよ。でそういうのでジャンボさんがそうだよなっつって、俺もあの中西さんが監督で、あの人は上から打ててたけど俺はもうアッパーで
アッパーで打ってたんだよっつって、うん、あの人もこれの代表だからっつって、うん、でお前はなんでそんなゆっくり打ってんのにそんな遠く飛ぶんだっていうアークで飛ばすんだっていうことを言ってて、やっぱまさにそういうこの動きっていうのをここで使っていくとおのずと、こうハンドファーストになって、ただここで手が遠くなるわけだよね。今までこう引く、うん、手の低い位置っていうのはこれタイガーだからやっぱできた、うん、だけど実際タイガーもこうハンドアップしてるわけだよね、うんうん、だからそこでまあちょっと長く説明長くなりましたけど、いや全然もう、うん、そういう、うん、まずそういうことを、まあ、見たと、はい、ことで、実際じゃあお客さんとどういうレスポンスがあって、いやそれやるとどうなっちゃうとか、それやると、うんうんまあ、かなりショートアイアンやっぱ入りが良くなって、ちょっと飛ぶんですよ、トラックマンでも。なるほど、うん、でただそっから上、まあ、7番6番5番ってなってくると、うん、ちょっとロフトが結局全部同じロフトになっちゃって、なるほど、飛ばないみたいな、なるほど、キャリーが出なくなってくる。それはでもあるだろうね。だからパワーヒッターはそれいいけども、はい、うん、確かにアマチュアのこれすごくいい回だね、こういう検証っていうのは。ヘッドがやっぱ37番円で33とか4ぐらいなんですね、うん、あの普通の僕と同じ年代ぐらいのゴルファー、そうすると何ヤードぐらいの7番で150から60ぐらいの最近のクラブはじゃないですか、うん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 、そうなってきた時にそこまではいいんだけど、うん、そこから先が距離変わんなくなってきちゃうと、今度、うん、球上がんなくなって、そう球が強くなるだけで、じゃあこれ実際ゴルフでは止まんないから奥行って難しくなるんじゃないのって話になっちゃう、うんうん、なんかそのでもやっぱりこうシャローだからすごいダンブローには入んないんだよね、多分もしかしてこの形になってアマチュアの人はこう入ったとしたならば、ま、全くだそうなるから、こう入ってすごく低い位置から入ってくるっていうのは一つ、確かにチャーリーさんが俺を見たのもインサイド低い位置から入ってハンドファーストで当てろっていう話だったもんね、だからロフトが立つのとは違う、そうだから多分あのトラックマンの PGA ツアーのドライバーのPGA ツアーの平均値がプラス1度、1度のダンブローだよっていう風なトラックマンが俺らに教えてくれたデータあるけど、あれ多分ね今あのマイナスじゃないと思う、プラスだと思う、うん、今 PGA ツアーでそういうの一時ねマイナス、そうそう、でそれはなんかみんな言ってるプラス5とか、まあいきなりそのくらい変わるか分かんないけど、だからそれはもうアッパーでこう教えてっていいんじゃないのかね、うん、なるほど、じゃあトラックマンでもダウンブローにあんまり意識しないで、うん、アイアンでもやっぱりシャロレベルからレベルから入れた方がいいと思うな。ああ、もうボールはね結構左に置いてもらうようにしてるんですよね。そうだね、いや俺もだからチャーリーさんの言ってることがちょっと信憑性がある的な感じで、やっぱり俺の中でもう右足置いてくるとどん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 調子悪くなってくるわけ、もうこうなっちゃってさ前から言ってますね、そうそう、で左に置いて離せば離すほどこう押していくようなスイングになっていくと思うんだよね。だからボールポジションもやっぱりそれで、で僕もちょうどアプローチはこうやって回して打ってくださいってお客さんに前から言ってたんですよ、イップスの人とかに。これ見た時も一緒だと思って、おめでとうございます、いやいやいや、ありがとうございます、いやいやいや、でこうしたらこの間もクラちゃん取ったっていう人も出てきて、アプローチ直って、やった、ちょっと自信になった、ね、自分の意見以外にもそういう感覚の人がいる、なるほど、でジャンボさんもなんかもうめちゃくちゃもうそうだもんね、玉拾うのね、ね、要はこう言ってこうじゃない、そう、こう言ってこうじゃないんですよ、つって、うん、って言ったのこの間もジャンボさんに、いやジャンボさんのもうこういう軌道が完璧なんです、そうだろうつって、ダメだよこうやってやるのはつって言ってでジャンボさんの前世紀のパターンもそうだったじゃないですか、やっぱりこういうふうにうねって波打ってたじゃないですかって言ったら、そこはあんまりそこはあんまりお気に入りじゃなかったような感じだったけど、だけど結局そういうことだよ、ジャンボさんの前世紀さ、あの、ええ、ほんとめちゃくちゃだったよ、この軌道が、まあでもね、だからトッププロ誰しもなんかこうまっすぐこう綺麗な動きってあんまりない、そうそう、ない藤田さんもそうだし、微妙に、うん、だからもう羽川さんもこう上からコンってやるのをやめてイップスになっちゃったじゃん、パターンを、だから本当にあの綺麗なストロークっていうのはかなり危険をはらむっていう
そう言われてみれば なんで杉原さんとかさ、うん、なんかこう決していいストロークと思ったこと一度もないもん俺、うんうん、だからそれでなんであんな入ったんかなっていうちょっと謎が解けたよね。井上徹さんもね癖を育てるって言ってるもんね。それがいい癖になる。井上徹さんもねやっぱり個性を生かす方だけど、うん、でもそこにちゃんと理論がついてきてたね、うん、あのアプローチのこの手を離すっていうのはどうなんですか。まだ僕もそれはちょっと、ああそれは、うん、やっぱり俺もねあのチャーリー合宿からちょっと いっぱいラウンドが 入っちゃってアイスペースの試合があったりすると、うん、やっぱりどうしてもちょっと自分っぽくなっちゃって、はい、だけどあのどんどん手がガーンって離れてきた時のフォローの押しの気持ちよさっていうのはある。あるうん、でそれがちょっと今ちょっといまいちできてないから、うん、でもこの芝の上からねやるとねよりこうバンカーとかでやるとねよりこうなんかここでヘッドが一回止まるじゃん、うん、そうするとグニャってこうなるから、はい、それがねすごくこう押した感じが出て気持ちいいな。だからこの人工芝よりはそこでやってた方がこうすごくこう、もう押せて押せて押せて感触が出る。わかる、うん、ジャンボさんが前席よく言ってたよ、右手の角度変えないで押す押すイメージだっつってさ、あれもうほんとすごいね。モノマネがすごいね。あの相変わらず。いやもうこれ野球人もみんな全員長嶋さんの話し方になるじゃん。あそう。そう。ゴルフ人はみんなジャンボさんのことを喋るときもジャンボさんになっちゃうんだよ。憧れまくってるから。この辺もねなんかこのやるからすいません。いやいや。ほんでじゃあ。だからまず上がらないっていう、うん、じゃあアマチュアの方は悩みがある、うんうん、そうですね。だからそのねこの現場とのキャッチボール大事やっぱり少し回転スピード上げないとさすがにその2じゃあシャローに行くの次は回転スピード上げる、うん、そうですね。だそのじゃあヘッドスピード33ぐらいの人がそれでどうかなっていうのはちょっと今まだだから一回聞いてみたいぐらいな、ね、なるほどなるほど。ちょっとチャーリーさんにまた聞くけど、うん、跳ねるとボール上がるっすよね、うん、だからそこまでアスリート的な、うん、その感じになって跳ねるのってどうなの。アマチュアの人できるの。あのまあ、うん、横田さんもやってるじゃないですかこう、うん、なんかブランコみたいな、うんうんうん、あれ僕も腰悪い時に回すの辛いからもうこうやって打ってる時があって、うんうんうん、結構それでヘッド走るっていうのがあるんで、なるほど、ヘッドスピードない女性とかにはちょっとそれやってもらうんですけど、うん、なるほど、確かにそれはいいと思うんですけどね、うん、なるほど、はい、もうそれはなんか誰でもできる、うんうん、あと俺があのさ今日チャーリーさんと LINE でやり取りしてちょっとなんか左手痛いみたいですねっていう LINE が来た。なんか俺動画上げたのかな、サブちゃんで、サブちゃんで、はい、うん、そしたら心配してくれてちょっとそれ動画送ってくれたの。それじゃあ後で LINE で送ろうかな。いやブラーンと停止してくださいと。そうするとこうお化けみたいな感じになる。そうするとこう勝手に手が消屈しますよね左で。その感じにもう握ってもらいたいんですよ。だからで僕はあのこのままこうじゃなくてこうリリースしちゃっていいって言ったじゃないですか。だからここでやっぱりもうリリースをバーンってやっちゃっていいんだって。これを止めよう止めようといつまでもやっちゃえば多分痛める。疲労が溜まってしまう。でだからこうやって力を入れるんじゃなくてダーンってもう行っちゃっていいですよ、うん、っていうことでこうは行くけどここではバーンって行っちゃっていいっていう今日チャーリーさんのアドバイスもらったけど、いろいろそういうのが出てくるんですね。じゃあそうそう、だから多分それをまあ早めに多分ガンってやれば多分いけるんじゃないかなというのと、あと胸がもう俺昭和だからさもう胸なるべく正面で打とうと思ってこういう感じでイメージしたけど、現代のスイングはもうこうじゃん、うん、もう肩の左肩もそう肩がもう開いて当たんなきゃダメだっていうのが今日ラインに入ってきて、で手がこうなる、手がこうで、で回転だから開くっていうのはもう回転スピードはワンって上げりっぱなしでワンって打つってことだよね、うん、そうそうだね、うん、だからジローの言ってるように回転スピード上げる、まあ、地面反力だったり、うん、まあ、シャローな動きだったりスピードとにかく上げて、もうほんと振り遅れだよな俺らの時代から言えばね、正面で打つっていうのばっかりやってきたわけだから、確かにその方がインパクトゾーンは長くなりそうな感じはありますよね、うんうん、そうね、うん、だからまあち
ちょっと回転スピードを上げるためにはっていうのをちょっと次回の動画で、次回の動画というかちょっとね、もうちょっと僕らも話せるようにしておきましょうかね。はい、こんな感じで、いつでも尺は大丈夫、はい、ということで、まあちょっと横田ベースにおけるこの何ていうんですか、実際現場、アマチュアの方をレッスンしている現場で何が起きているのかというのをフィードバックしながらこう意見交換するという、ちょっと手前味噌でありますが、良い回だったと思うんで、またこれはちょっと続けていければなと思いますので、どんどん、うちで起きている、実際現場で起きている、はい、フィードバックを、はい、していただいて、じゃあコメント欄に、コメント欄に打ち合わせしましょうや。はい、やっていきましょう、はいはい、よろしくお願いします、はい、ということで、ヒロ横田ベースに柳川次郎という男がいますので、はい、ぜひ、よろしくレッスン、よかったら皆さん来てください、はい、で今、我々横田ゴルフベースでは、若いゴルファーを増やそうということで、うん、アンダー35キャンペーンというのをやっております。本来1万5000円会費のところ、うん、なんと1万円で入会できると、で1万円で月3回、ね、55分の、スポット、1人のインストラクターが最大3人まで見ます。ですので15分は、レッスンがついていて55分間は打てるという仕組みになっておりますので、ぜひ横田ゴルフベースへ入会もお願いできればと思います。ということで、はい、いいですか、こんな感じで、はい、横田ベースの宣伝は、いやもう十分やっていただいたんで、あの、はいはい、ありがとうございます、はい、で何かあればチーフの柳川さんのところに、はい、柳川のところにお問い合わせをいただければと思います。ということで最後までご視聴いただきましてありがとうございました。ありがとうございました。